はい、じゃあよろしくお願いします。始めたいと思います。ありがとうございます。はい、リーダーの新常識80人のアメリカ女性のリーダー大調査、今のリーダーのペルソナと女性社員 40% を実現し続ける組織の20年の改善ということで、発表させていただきます。よろしくお願いします。じゃあまず私たちの自己紹介させてください。私は千葉菜里香と申します。スラロームという会社でアジャイルコーチをしています。同じくスラロームの荒竹と申します。人事と採用の方を担当させていただいております。よろしくお願いします。はい、私もスラロームの木村と申します。私はテクノロジーコンサルティングを担当しております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、スラロームという会社の名前自体をほとんど日本では聞いたことない方がだと思うので、ちょっと私たちの会社自体を紹介させてください。私たちはデジタル変革に特化したコンサルティングファームで、戦略の、構築支援から実施支援まで一貫して行ってますと。で、まあ、戦略だけ描くとか開発だけ請け負うとかそういうところは多いかと思うんですが、私たちの特徴としてはどっちも一気通貫で行っておりまして、北米で立ち上がって、まあ、シアトル本社にあるんですけども、日本自体は去年おととしになったんですね、2021年、からローンチします。3月に正式ローンチをしております。でビジョンなんですけれども、一人一人が人生の自分の人生と仕事を好きになる機会を持てるという、まあ、ビジョンを掲げています。ということで働きがいっていうことで、まあ、一人一人の人生ですね、私たち一人一人の働き手の人生、ほとんどの時間をやっぱり仕事と一緒に過ごしているわけですから、まあ、そういったところをこう働くことを通じて、まあ、そういった時間を最高のものにするっていうことに、まあ、本気で取り組んでいる会社です。でその結果、まあ、数ある、まあ、アワードもここにあるんですけれども、まあ、特にダイバーシティに対しては力を入れていて、まあ、1万3000人ぐらいグローバルでは社員がいるんですけど、まあ、40%を、まあ、女性が超えているって皆さん聞いたことあります？私今まで日本でずっと働いてきて、人生で初めて海外の企業で働くっていうことを今チャレンジをしてるんですけど、まあ、こんな会社初めてです。で、まあ、それが今回の、まあ、調査のきっかけにもなっています。でそんな私たちが今日、まあ、リーダーになることに迷いがある女性であったりとか、支援している組織のマネージャーの方とか、みんなそういった方々に伝えたいことっていうのがこちらになります。 To leader is exciting ということで、一緒にリーダーやるしかないと、でさらなる先へ進もうと、あなたのリーダーシップが明日を作るよっていうことを伝えたくて、私たちは今日ここにいます。じゃあですね、実際に、まあ、どんな調査をしたのかっていう、こうバックグラウンドを、ご紹介したいかなと思います。もともと私もそのスラロームがローンチした割とすぐ後に入社をしていまして、驚いたんですけど、まあ、なんでこれを調査しようと思ったのかっていうのは、もともとその、まあ、私自身がそのか、まあ、なんか働いてる中でも周りに女性は多いし、まあ、活躍してる女性は多いんだけれど、リーダーになるってなると途端に数が少なくなりますよと。でまたそれがなかなか、そういった状況っていうのはやっぱりこう国際女性デーとか、まあ、そういったタイミングで思い出されたようにニュースになるのを自分が客観的に見ていて、なんかその OECD の中でも最低レベルっていう、まあ、その結果っていうのは長いこと維持してますと。でそれがなかなかその状況変わんないなって思いながら、まあ、自分がこの会社を知った時に、なんか女性ばっかりだな、これなんで、何がその女性を引きつけるのかっていうところが、まあ純粋に気になった。でもう少し正直ベースな話をすると、まあ、私はその女性のなんていうの、リーダーとしての熱意は持っているものの、まあ、そので実際にそのウーマンアジャイルジャパンとかいろんなものを立ち上げたりとかしてチャレンジはしてるんです。でも最初はそのリーダー自体が自分とはなんか程遠い存在で、自分なんて価値ないと思ってたんです。本当に10年間ぐらいで、リーダーなんて程遠いし、自分なんてなれるわけないって思ってました。で、まあ、やってもやってもこう満たされることのないゴールのもとで、なんかその長く苦しんできた経験があって、で日本のその女性のリーダーが少ないっていうことに、まあ、課題感感じつつも、じゃあ
自分はどうなの、自分はリーダーになりたいと思ってどうしたら自分にイエスと言えるのか、どうしたら自分をもっと動かすことができるのかっていうところに、まあ、正直にまあ言うとそういったところがちょっと思いがあるんですね。で、まあ、たまたまその舞子出会ったんですね。1年ぐらい前に出会ったんですが、彼女が言ったのは、ハッピーとヘルプ。ヘルプにハッピーなんてつけるの？あなたのそのキャリアをもっと輝かせができる私には自信があるって言うんです。で、そのに対してもハッピーだと。なんか助けることでハッピー。で、じゃあ実際に入りましたって言ったら、まず 1日目に、そのオーストラリア人の男性が、まあ、PC のセットアップとかサポートしてくれるんですけど、その時にごめん、日本語わかんないんだけど、なんかできることあったら何でも言ってね、would love to help って言うんですよ。love、help に love がつくの。で、ちょっと違和感、ざわざわする。で、日本語でそんなお話聞いたことない。で、もうちょっと会社のそのスラロームで過ごしていると、次はバースプレジデントみたいな人から、弊社とか、なんか私にできることない？私あなたのドアになりたいの。I want to be your ドアとか言うんですよ。何それみたいな、日本で聞いたことないぞ、その言葉。で、なんかみんなあったかくて生き生きしててポジティブで、で、なんか支援するっていうことに前のめりなんですよね。で、これは何だろうな、なんか私のイメージと違うぞ。で、なんかこういう人たちの生態系をもう少し知ってみたいなって思ったんですね。で、日本人とアメリカって違うじゃんって言ったらもうそれで終わりで、誰からでも学ぶことはできるし、なんかこれを知ったら私たちのなんか社会にもなんか活かせることがあるんじゃないかなと思ったのが、まあこれの本当のきっかけです。で、私がその調査をするときに2つ仮説を立てました。で、2つある中の1つが、何が女性をリーダーとして突き動かすのかっていうことです。で、2つ目は、女性が活躍したいと思える環境をどういうふうに作っているのかっていうことです。まあ、その女性自身の生態系の話と、まあ、その環境の話ですね。で、実際これも、80人の結果、返信、サーベイを取ったときに、回答してくれました。で、これも別に、必須で何か命令としてやらしたわけではなくて、もう本当にリーダーの人たちにコミュニティのチャットで、私こんなことやりたいからちょっと協力してくれないかって言ったら、みんなスーパービジーな人たちなんですけど、80人の人がいいよって答えてくれたっていう結果になってます。で、このこれから説明していく中でピープルリーダーっていう言葉が出てくるんですけれども、私たちの会社の中にはマネージャーっていう役職はなくて、ピープルリーダーっていう役割がまあ、それにちょっと近しいものになるんですけど、まあ、この役割については後で舞子から説明があるんですけど、まあ、そういう人たち80人に、まあ、調査をした結果になります。で、そこで出たインサイトを今日はご紹介します。で、全体的に4つのインサイトがあるんですけども、まあ、私が一番驚いたトップ4はですね、まあ、チームメンバーの成長に喜びを感じている人で、リーダーは決して強い人ばかりではなかった。で、あとは自分で開拓してリーダーになったっていう人よりも、周囲の推しでなるリーダーが多かった。で、しかもそのリーダー、人に推薦とか、なんか勧められてなる人たちの方が、結果続いてるっていう、活躍し続けてる人が多かったっていう事実。あとはリーダーとして成長していくのにトレーニングをちゃんと積んでますよっていうことなんですよね。で、もう少し一つ一つに対して見ていくと、私はピープルリーダーを行う原動力を3つの言葉で、表現してくださいというふうに質問をしました。で、その中でトップのキーワードで出てきたのがグロースとかラーンとかヘルプアザー、インパクトとかコーチング、メンタリングとか、そういった言葉が多く出てきました。で、これは決して自分自身が、なんか自分自身が自分が成長したいんだとか、インパクト出したいんだとかっていうんじゃなくて、どっちかというと、他の人が成長することを通じて自分も成長したいとか、自分も学びたいとか、自分だけではこう出せないインパクトをチームで出していきたいから、出していきたいなっていう、まあ、そういうニュアンスなんですね。あとは自分がコーチングが好きとか、メンタリングが好きとか、なんかそういうこと、そういう人たちが多かった。
できっかけについても聞きました。でこれはさっき言ってたその自分で機会を開拓してリーダーになったのか、他の人から勧められてたのか、これはめちゃくちゃ私は驚きで、私の印象はなんかアメリカの女性ってまたすごいバイアスなんですけど、勝手になんかスーパーウーマンばっかりで自分で切り開いてる人たちばっかりなんだって思ってたら、そんなことはなくて、全然なるのを隠して自分でリスクを負いたくないって思ってる人たちも結構いて、なんだけど、いやあなたなら絶対できるよってこう誘われたからなってみたら、すごい自分に合ってたっていうことなんですよね。はい。でさらにさらになんですけど、その人たちの方が、長く活躍してたっていう結果なんですね。でこれは推薦されたってなったリーダーになった人の数とリーダーの経験年数の長さに相関があったっていう結果なんですが、結局その自分で開拓して何かっていうよりかは、人にきっかけは人からなんだけど、その後長くこうリーダーシップを取ってきたよっていう人たちが結局5年以上活躍しているっていう人たちが多かったっていうことなんですね。なので機会の提供っていうのはめちゃくちゃ女性がリーダーになるにとってはすごく大事なことだったということなんです。で4つ目なんですけど、最後ですね。でリーダーはもはや神のスーパーパワーではない。トレーニングによってリーダー自身も成長するっていうことで、最後のインサイトになるんですけれども、もともとそのリーダーの素質が最初から完璧にあったわけじゃなくて、数々のトレーニングとか能力開発によってリーダーとしての素養を身につけているっていうことなんですね。で、有効なフィードバックとかトレーニングとかコミュニティとか、そういったのが特に内容として出てきましたと。で私がスラロームに入って一番驚いたのは、私たちチームスを使ってるんですけど、ものすごいたくさんコミュニティが100個ぐらいあります。すごい、100個か200個か分かんないですけど、とにかくいっぱいあります。でそこで何か困ったら、どんな偉いとか偉くないとか関係なく、みんな資料を簡単に共有したりとか、どっかの誰かが必ず何か返信があって、常になんか助け合って何かやってるので、何か一人じゃないっていう状態が常に保たれてるって感じなんですよね。なので、リーダーも完璧じゃなくっても、そのコミュニティによって事情でやってるっていうようなイメージですね。じゃあ私は、はい、ここまででいろんな、そんな感じのリーダーなんだって分かりましたと。じゃああなたリーダーになりますかって、まだなれない。なんかまだ自分の中でうーんって思ってるとこがあって、ドアノックして何人かの女性に話しかけたんです。で私まだ別にリーダーなんかなれる気がしないと。でだってじゃあどうやって人の成長って管理するのさって聞いたら、いやさとか問いが違う。これはダラスのなんか女性が言ってたんですけど、 How to manage growth of people じゃなくて How to fulfill でメンバーのポテンシャルをどういうふうに生かせるのかとか、私は彼らにどうやってサポートできるのかっていう考え方なんだよとか、あとはでもさ、自分の稼ぎだって稼ぐの大変なのに、他の人の分までどうやって稼げばいいの、さとか違う、そうじゃなくてHow can we help customers? どうやってそのことに向かってお客さんがこうどういうふうにこう機械課題を見つけるのを助けることができるのか、なんか問いが全然違うんです。私はこの2つの話を聞いたときにすごく腹落ちして、別に自分だけがこう背負うとか自分ばっかりが頑張るっていうのはしなくていいんだ、なんかみんなで頑張ってその人たちを助ける、メンバーを助けるとか、メンバーが輝くとか、なんかそういうところが大好きだし、それをこうみんなで一緒に、お客さんのために圧倒的にことに向かうっていうことをやっていけばいいんだなっていう、こう発見があって、これだったら自分もリーダーシップ取っていけるなっていうふうに心から感じたっていうエピソードでした。じゃあリーダーのなんとなく、やっぱり皆さんの中でも今聞いててなんとなくのイメージできてきたと思うんですけど、じゃあ実際組織としてそういった環境をどういうふうに作っているのかっていうところを、マイコから少しご紹介させていただきます。Okay, so I'm going to switch to English. So if anyone wants to listen to the translation, please switch to Zoom and they will be able to do a dual translation for us. So thank you for coming. I'm really excited. I see a lot of people physically in this room, and I know we have a lot of folks online as well.
Just a show of hands, just based on this topic, how many of you in the room have either been a people leader, manager before, or are currently in a people leader or manager role? Just a show of hands. Great, thank you. You have very important jobs, but it's a very difficult job as well, right? It doesn't come naturally. It takes a lot of work. It also takes a lot of commitment, right? And what is your motivation to be a people leader? I think that's very important. So I would like to share a little bit about how we try to empower our people leaders at Slalom to reach their full potential as well. So our biggest vision that we have for people leaders and for our team members in general at Slalom is we put people first. So what does that mean? We are looking at what is going to fulfill your work and life every day when you come to Slalom. So we have different programs in place, such as inclusion, diversity, and equity programs that allow people to really bring their true selves to work, be confident and comfortable in whoever you know you represent or you identify. And we have communities to help support. And what that leads to is engaging in the most valuable asset, which is our people. And Sepulka shared a little bit earlier about you know, us being recognized as best place to work. And a lot of these awards that really recognize why we are considered a top employer globally. It's because we have been able to instill an environment within our organizations that really promote empathy and vulnerability. I think these are two keywords that I would like to have you walk away with today. How do you make sure that people feel that they can be themselves, not just the good, but also you know, the challenging side as well. And being able to show that in a very safe environment is something that we feel empowers our leaders to be their best potential as well. I also want to share, whenever we have a new people leader join the team, they go through what's called a launch program for people leadership. And these are the four leadership development behaviors that we expect all of our people leaders to hold. And the key takeaway here is, as a people leader, you're a manager and a leader, right? But they mean different things. When we say management, right, it's making sure that your team is working efficiently, that they're prioritizing. Leading is, you know, showing up for your team, supporting your team, and leading by example. So these four pillars is what really stems our methodology around how to develop people leaders within the organization. And in specific to women, you know, we have seen that over the course of the trainings that we've conducted that women are drawn to people leaders at Slalom because over the years we have shown that you can be vulnerable, you can be yourself. And at the end of the day, we celebrate leadership that listens to others and that we are motivated by influencing careers of the next generation. So for you all who are in people leader roles or have been in the past, you know, you are actually growing the next generation of leaders for your organization. And that is probably the most biggest asset that companies have in order for them to continue you know, achieving their own business objectives as well. And you know, our women within the organization, they want to lean in and they want to help. And I think the environment that we've been able to build allows them to do so. We also have defined leadership responsibilities. So there's a lot on this slide, so I'm not going to go through all of them one by one, but these are the traits that we also hold our people leaders responsible for. For me, you know, as a people leader, my two biggest factors that I try to instill every day in my work is optimizing diverse talent. Slalom has over 20 nationalities of folks working in the Japan market. So we are a very diverse team. And we feel that the different experiences and backgrounds coming together really gives us the differentiator, whether it's within the market or within organizations, for us to really show our full potential. So as a people leader, my responsibility is to make sure that I understand and see every team member's strengths and how do you really bring that to life by bringing a diversified talent into the organization.
The second one that I really do cherish is communicate effectively, right? Being transparent in your communication, making sure that there's alignment on what your objectives are and what your goals are so that there is no miscommunication or misunderstanding of where you're headed and what you're supposed to be doing within the team. So, you know, we don't expect everybody to do these perfectly, but it's important to define them and to share them with the company so that you can identify with two or three core characteristics that you feel you resonate with the most. I'm sure you have all seen a slide like this before. Maybe it's from your HR team, from your talent management team, on methodologies of what makes, you know, a good people leader. This is a start, you know, defining what a good people leader means to get everybody aligned, but this is definitely not enough. And at Slalom, we are still on this journey as well. You know, we have 40% representation within leadership roles globally. In Japan, we're probably less than 10%. So there's a lot of work that we still need to do to get into that global standard that we expect every Slalom market and office to be. But I do want to share a really good example of how do you bring a lot of these methodologies to life and some key things that you can do tomorrow within your organizations to really help the conversation going around how do you empower women to be in more leadership roles. One example of that is called sponsorship. So sponsorship is where you identify somebody within the organization that is going to intentionally create or identify opportunities for you to be able to grow and develop your career. It is different than a mentor or a coach, right? So I know there's a lot of mentorship programs, coaching programs in a lot of Japanese organizations. Mentoring is, you know, you are seeking guidance or advice, which is important, right? But in order for you to really be able to identify opportunities to grow into leadership, having a sponsor within the organization that is going to be on the lookout for you, right? Be able to create opportunities that are going to allow you to challenge yourself and then demonstrate potential. This has been very successful within the Slalom organization. So we have a program globally in place that we've launched that will allow folks to be identified to a sponsor and then work with them on trying to identify how they can grow their careers in the direction that they want to. And not everybody wants to be a people leader, and that's okay, right? Some folks like to be on a specialized track. They like to be on individual tracks, and that is totally okay. Some people go into people leadership and they go back to individual contributor roles, but we all lead in whatever capacity or position that we're in. And this is what we're trying to do through the sponsorship program. So I would really encourage if you have the opportunity to talk to your people leader, your manager, maybe your HR person within your organization on, you know, what are different ways that you can connect women to others so that they can get more exposure to opportunities that they wouldn't see otherwise and try to design their careers together and find ways to optimize their skill set and experience. At Slalom, we have a lot of men who are sponsors. And, you know, I see a lot of men in this room today, and I'm so glad to see that because, you know, we need men to be on this journey with us for women to be successful. Men and their endorsement are going to be one of the key factors for us to strive to that equality and consistency and opportunity that we want to provide everybody, regardless of any diversity characteristic. So if you have an opportunity to even, you know, present something like this, a program to organizations, I would love to share what we've done and the learnings and experiences that we've taken away from doing this now for a few years and hopefully be able to collaborate with you as well on how to make it even more successful in Japan. The other example that I want to share is this is a template that we use with what's called WLN, which is the Women's Leadership Network. So each country has a Women's Leadership Network committee. And every year we will sit down with the general manager or the president of that country and come together on what are the women
leadership strategies for that country. And we will put it in paper, we will commit to these, you know, objectives, and then we will share that with everybody within the organization so that they know for this year, these are the pillars that we're going to focus on, and here is the endorsement that we have in order to make sure we achieve these goals. So it's important that you not only talk about it, but you track it throughout the course of the year, and that you have sponsors that are helping to really execute your plan. And we've done this for about 10 years now, and it has become really part of performance evaluations. It has been instilled in, you know, various forms so that it's not just an activity, it's actually part of your job, right? And it gives accountability and ownership to making sure that we're providing equal opportunity to everybody within the organization. So, you know, this is one way of just getting started on having discussions with your executives, with your HR counterparts, and seeing how, you know, how this program may work for you and your teams as well. All right, and you know, if there's more questions, I think we have time at the end to take them, but I do wanna pass the baton to Junko, who is one of our people leaders at Slalom Japan, and for her to share some experiences that she's encountered as a people leader herself. はい、じゃあ、ですね、今までのお話を聞いても、まあ、そうかそうかって、でも、やっぱりまだなんかしっくりこないなっていう方もいらっしゃるかと思うので、私自身の、まあ、リーダーになるまでのちょっといろんなこう浮き沈みがある自分自身の経験から今日は3つほどターニングポイントになった気づきというか経験をご紹介したいなと思っています。はい、ですね、まあ、今はですね、私はスラロームでダイレクターとして今ちょうど今年から新しいチームを立ち上げるっていうリードしていくとね、すごいもうやりたいことがあってたくさんあってワクワクしていて、さあ今からみんなでやりましょうっていうふうにワクワクしてるんですけど、ただ自分自身全然その もともとリーダーになりたいですとか、そのまあ管理職とかも全然そんなつもりもないし、そういう気持ち全くなかった方で、まあ、さっき最初にあったような、どちらかというとまあ周りからこう押されて、まあ、やりませんかって言われてやって、なんとかかんとか少しずつやってきて、そのうちにだんだんリーダーとかの面白さが分かってきて、あ、こんな楽しいことなんだっていう風になって変わってきた方なので、きっとなんかそういう風に同じようなポテンシャルというか、せっかくの機会をなんか逃しちゃいそうな方もいるんじゃないかと思って、何か私の経験からヒントになればなと思っています。で、私は新卒以来外資系の IT 企業で、まあ、もうキャリア30年くらいになるんですけれども、もともとエンジニアとして開発製造とかをやっていたんですが、まあ、ちょっとずつこうチームリードをやっていき、それからまあデリバリー部長っていう形で、まあ、部下も十数名ですとか、あとだんだんちょっとずつこう大きな組織も任されるようになっていったんですが、まあ、それも全然なんかやったこれで部長だなんてそういうのよりも、なんでそんなの全然やりたくなかったのに私ですかみたいな、そんな感じで腰引けながらもこうやってきた方なので、ちょっとその中からそれでも何かのこうきっかけでマインドセットが変わっていったことがあるので、ちょっと3つほどその経験をご紹介したいと思います。で、まず1つ目なんですけれども、はい、ですね、まずは私が少しずつ自分としてエンジニアとして、まあ独力で仕事ができるようになってきてから、まあ小さなチームリードとかをこう任されるようになっていった中で、なんかある時もう結構になんか重要な注目を浴びたプロジェクト、しかも優秀な花形のメンバーが揃っている、なんか結構脚光を浴びたプロジェクトを私がリードをすることになったんですね。でもその時本当にちょっとなんでこの人たちの中で私なので、かつその頃の自分っていうのはまあ、エンジニアとして少しずつ、まあ、10年目とかに差し掛かってちょっとずつこう小さいチームリードはしていたんですが、もう周りの先輩が優秀、かつ後輩もみんなとても優秀で、そんな中でなんかやっぱりリーダーになる人とかこうエンジニアとして一流になっていくマネージャーリーダーっていう人はもう何もかもこう誰よりもできて、頭も良くて仕事もできて、もう人間的にも素晴らしくて、誰よりも優秀ですごい人じゃないとダメだみたいのがあったので、その周りの人たちはみんなそういう素敵な人ばっかりなのに、あ、自分全然ダメじゃんって、もしかしてもうこの仕事全然向いてないのかなって、
やっぱりなんかもうこの道はこれ以上続けるの無理なのかなってすごい自信を喪失していた時期だったんですね。でそんな時にその生え抜き揃いのメンバーをリードするってなって結構になんかこう荷が重くて、あれこんな中で私が何ができるっていうんだろうっていうのがものすごいありました。でまあそれでもまあいろいろやり始めていくと、確かにあのそのメンバーの方たちはもう飛び抜けて優秀な方々なんで、技術的な中身とかその仕事の中身のこうテクニカルなところとかはもう何の問題もなくいろいろアイデアも出てくるし進め方もバンバン出てくるんですけど、やっぱりみんななんか思いがエンジニアとしての思いとかこだわりが強すぎて、そこでなんか意見が衝突したりっていうのがあったり、あとまあお客様の意向と少しずれていったり、あとまあなんなら社内でも営業と技術者の間って必ずそういうちょっとした確執的なのってありますよね。でそんな中で何かしらちょっといろいろ順調に進んでるはずなのにもやっとうまくいかなくて変ななんか衝突とかいろいろなコンフリクトがある中で、まあ私が結構そういうところを技術的な中身よりもそのコミュニケーションだとか、まあまあちょっといろんな人から話聞きながらうまくこう軌道修正したり、もうなだめすかしながら方向性を決めていったり、まあ、営業との間に入ってちょっとなんかコミュニケーションの橋渡しっていうところが、なんか別に自分で意識していたわけじゃないんですけど、そういうことをまあなんかおのずとやらなきゃいけなくなった機会があって、で、まあ、結果的になんか私がそういうふうにみんなが働きやすく、みんながうまく動けるようにっていうことを意識して、あのそこに徹底した動きをした。ことですごいプロジェクトが最終的にものすごい成功して、非常にお客様からも高い評価をいただけたんですね。で自分はその時はなんか無我夢中でやってたんですけど、後で考えると、あそっかって、別にリーダーって誰よりも優秀で俺についてこいって私の言う通りにやれば大丈夫っていうのがリーダーなんじゃなくて、チームがうまくいくようにみんなが活躍できるように誰しもが気持ちよくみんなが腹落ちしてなって進められるようにいろんなこう調整事をしたり後押ししたりサポートするっていう、そういうリーダーでもいいのかなって、でも結果的にうまくいったなら別にそれでいいじゃんっていうふうに思って、その時に、あなんかこういうのなら私でもやれるかもしれないって、もうそういう技術的にもっと優秀な人がいても、ここになんか私のニーズというか私の居場所があるかもしれないって少し思って、じゃあやれるかもなって思い始めたのがすごい一つのきっかけでした。で、これがなんか後になって、後からいろんなまあリーダーシップのトレーニングを受けたりだとか、まあいろんな勉強をしていく中で、まあオーセンティックリーダーシップっていう自分らしさを生かしたリーダー、古いステレオタイプのリーダーじゃないリーダースタイルだったりとか、あとまあ自分っていうリーダーっていうよりは、みんなをサポートしてみんなの成長を助ける、みんなが楽しく気持ちよく働けるようにするって、こうサーバントリーダーシップ。っていうスタイルがあるっていう、まあ、これは後に後でそういうなんていうかメソドロジーみたいな形で分かったんですけど、まあ、その時なんとなくその実践の中でこういったリーダーのスタイルを自分として感じたので、ああこれは一つなんかやれるのかなっていうふうに思いました。なので一つやっぱりリーダーに対するなんかステレオタイプって皆さんあると思うんですよね。やっぱりできる人じゃなきゃダメだって。でもリーダーシップのスタイルって100人いたら100通りで、みんながそれぞれの自分らしさを生かした強みを生かしたリーダーになればいいと思っていて、そこになんかやっぱり多様性も含めた価値がバリューが生まれるんじゃないかなというのが、はい、私からのまず一つ目の自分自身の経験からのメッセージになります。で次二つ目ですね。二つ目は、まあ、リーダーになることっていうの意識なんですけど、先ほども言ったように私自身は別にっていうか、まあエンジニアとして仕事始めたときは、まあ、とにかく自分としてこの分野を一つ一流になれるようなエンジニアになりたいっていう、そこしか思ってなかったので、キャリアの中でリーダーだとか、まあ、さっき、まあ、ピープルリードとマネージャーって話もありましたけど、まあ、そういう管理職的なものも全然視野になかったんですね。で、ですが、まあ、ちょっといろんな流れの中で、まあ、ちょっと部長みたいなことになって、まあ、最初はなんで私なんだろうって思ったけど、まあ、一応やれるだけ、まあ、やってみるかって始めて、で、まあ、いろんなこう、いわゆる部下みたいな人たちと、まあ、パフォーマンスの評価だとか、まあ、ワンオンワンだとか日々こう会話をしたりキャリア相談みたいなことも受けるようになりました。でそこですごい新たな発見でびっくりしたことが、その自分の、まあ、いわゆる部下の人たちですね、で、まあ、主にまあ男性で、まあ、男性とは限らないと思うんですが、みんなが
や、そろそろちょっと自分もマネージャーになりたいんですけど、木村さんどうしたらいいですかねとか、いや、ちょっとそろそろ昇進したいんですとか、まあ、もっと自分の評価を上げるにはあと何が足りないんですかみたいなことをやっぱり言う人が結構たくさんで、まあ、その時は主にもともとちょっとエンジニア系なんで男性が多かったので、その男性の、まあ、メンバーがそういうことを、まあ、上司の私に聞いてくるんですね。私かなりこれびっくりしまして、っていうのは自分自身がそんな発想したことなかったし、今まで自分が上司に私も管理職になりたいんですがとか、もっと評価上げたいですとかって思ったこともないし言ったこともなかったんですね。だからみんなこんなこと考えてるんだって、まあ、人のそういうワンワンとかの中身聞いたことなかったんで、自分がそういう部長になった時に初めて、そうか、みんな日々こんなことも考えてて、そういう話もするんだっていう発見がちょっとすごいカルチャーショックがありまして、でかつその相談してくるメンバーもなんか特にね、なんかこう野心家であるとか上昇志向が強いとか、もういかにも優秀で上に行こうとしてるとかいう人たちではなくて、もう本当になんか、まあ、言ったらなんですけど、別に平均的にそんな突出した人たちでもない普通のメンバーがみんなやっぱり自分のキャリアのステップとして、まあ、特に男性社員の方々がそういうことを考えてるっていうことに、で私自身それを聞いた時にも全然不快な感じとか、え、何言ってんのこの人、身の程知らずみたいなことではなくて、そうか、なんかキャリアの中でこういうことって別に特別に選ばれた人たちだけのためのものではなくて、なんかリーダーになるとかマネージャーになるとか、そういったことって誰しもに開かれたキャリアの中の一つのこうステップというか、当たり前に考えていいんだっていうふうに逆に気づかされたんですね。でそれからなんかちょっとその自分の部長っていうポジションになんか変なこう圧を感じてたり気負いもあったりしたんですけど、いやこれ別になんか特別なことじゃなくて、別になんか普通当たり前の一つの一業務なんだなって、だからその業務をこなせばいいだけで何かそこに重苦しいものがあるわけじゃないんだなっていうのがあの気づきでした。ですのでなんかやっぱり特になんかこうリーダーとか管理職になることが選び抜かれたもう特別な人だけのもので、それ頼まれたらいやいや私なんてっていうのじゃなくて、まあ、誰にとってもオープンなもので、みんなにとってある機会なものなんだよっていうのをあの学びましたということ、そういうふうに考えてもらうとちょっと楽になるんじゃないかなと思って、あの、はい、これを紹介しました。そして最後3つ目なんですけれど、まあ、そんな中でちょっとなんとなくこう、まあ、部長としてちょっとずつ頑張りつつあったんですけど、さっき言った私はなんか自分らしさを大切にしようみたいなところがあったんで、まあ、なんかあんまりいかにもこうリーダーですとか上司ですみたいなのはやっぱり自分も嫌だったしできないので、なんかあのずっとこう謙虚さのつもりで、例えば会議があったりすると今まで通りなんか後ろの方に座ったり端っちょに座ったり、みんなで例えばなんか連名で名前書くときは自分の名前最後に書いたりとか、なんかそれ謙虚さのつもりで続けてったんですね、そういう振る舞いをビヘビアとして。ですがちょっとある日あのまあ、自分私の部下なんだけど、かなりまあちょっと年も上で恰幅も良くて、いかにも2人でいたらそちらの方が上司ですっていうようなあのメンバーと2人でちょっとミーティングルームで話していた時に、まあ、たまたまそのそちらの男性の方がちょっと上座に座ることになったんですね。でそれがなぜかっていうと、私の方があのいつもの調子で下座の方に座って、まあ、ちょっと上座下座の議論を置いといて、そんなのちょっと無意味だからあのナンセンスなんですけど、まあまあちょっと事実としてそういうふうに私が下座に座ったんで、その方が上座に座っちゃいました。そしたらやっぱりそれを見かけてたちょっと女性のマネージャーの方が後から、木村さんちょっとあれどういうこと、あの人なんか偉そうに反対側に座って、やっぱり女性リーダーっていうのに対して、まあ、敏感になってたと思うので、その方はちょっとおかしいんじゃないのって、なんか女だと思ってバカにしてんじゃないのみたいなことを言われて、なんか私から言おうかみたいな風に言われたんです。で、あ、すみません違うんです違うんですって、それは私が先にこっち座っちゃったから結果的にそうなったんで、あの方がそういうことじゃありませんみたいな。でその時に、まあ、これはちょっと本当に一つのたまたまの例なんですけど、やっぱりいくら謙虚さのつもりで自分は自分らしくって言っても、やっぱりリーダーとかマネージャーに ふさわしい振る舞いとか
それらしい、なんていうか、ロールを演じるっていうことは、やっぱり必要なんだなと。で、それは偉そうにするとかっていうことじゃなくて、やっぱりまず自分がちゃんとその責任者であるっていうアカウンタビリティとか責任感の表れだったり、まあ、私はここにちゃんといるよって、ちゃんと話も聞いてるし、私がやるんだよっていう、やっぱ意思表示として必要だし、それをちゃんとビジビリティのある形で見せていかないと、いくら私は私らしさで謙虚でいればいいんですって言っても、やっぱりそれは自分じゃなくて周りの方に迷惑がかかったり、周りの方に不利益が生じちゃう、他の人に誤解を招いたり、メンバーが何か、あのリーダー大丈夫って、あの人大丈夫、木村さんでいいのって思われるようなことを招きかねないので、やっぱりさっき言ったオーセンティックリーダーシップ、自分らしさを大切にするっていうのと並行して、やっぱりリーダーらしい振る舞いとか、ロールを、まあ、演じるっていうか、まさにね、そういうところも必要なので、で、それは自分のためじゃなくて、やっぱりメンバーのためであったり、チームのためであったり、あと、まあ、もっと言えば、さっき言ったような誤解を招かないために、未来の女性リーダーのためにも、なんかみんな女性リーダーも堂々と、別に、こう、なんていうか、端っちょで小さくならなくて済むように、周りの方のためにやるんだっていうふうに思うと、最初はちょっと気が引けたんですけど、いや、これは自分のためにやるんじゃない、周りの人たちのためにやるんだっていうふうに思うと、それがやりやすくなったっていうことがあるので、なんかそういうふうにちょっと意識を変えれば、別に部長だってそっくり返って偉そうに私がリーダーだって言ってることではなくて、それはあくまでもロールとして役割を果たしているっていう考え方をしてもらえればいいのかなというふうに思っています。はい。で、最後のチャートになりますけれども、まあ、私からのメッセージは、まあ、Believe yourself, believe your leaders, and believe your people ということで、まあ、自分自身も信じて、あなたの上司も、あなたのリーダーも信じて、あなたのチームメンバー、部下たち、チームの人たちも信じてくださいっていうのが最後のメッセージです。で、もしなんかそういうオファーがあったときには、決してノーとは言わないで、まずはやって自分を信じて、まずはやってみてくださいねっていうところ。それから、ちょっと一旦戻ってもらっていいですか。すいません。はい。で、あと、そういうオファーがあるからには、必ずこの人ならできる、あなたなら大丈夫って、上の人が見て思ってくれてるので、その人の、信頼もちゃんと自分で自信を持って信じてください。で、最後、やっぱり一番大事なのは、周りのメンバーも信じてくださいよ。誰もしもね、完璧なリーダーなんか最初からいないですし、ポジションが人を作るし、一人では絶対に何もできない、どんな偉いリーダーでどんな優秀な人も一人では何もできないので、あなたのチームメンバーも信じて、何かどんどん相談もすればいいし、頼ればいいし、そういうことがやっぱ周りはみんな助けてくれるので、一人で背負わなくていいよっていうところが、まあ、メッセージになります。で、なんか私自身、まあ、そういうふうに統括部長とかやっていた時に、やっぱりちょっと頑張りすぎちゃって、なんかいろいろ自分がやらなきゃ自分がやらなきゃって思ってたら、逆にですね、なんかメンバーに、木村さんもっと自分たちにも仕事振ってくださいよとか、もっと自分たちにも相談してくださいよって言われたことがあって、あ、そっかって、やっぱり周りもそんな風に思ってくれてるんだって思って、あ、なんか自分一人で頑張りすぎてやんなきゃいけないって思って、周りの方が逆にそれで迷惑かけてただなっていう風な気づきもあったので、なんか本当素直にみんなに助けてもらって、弱みも見せてっていう風な、それでそんなリーダーで私はいいと思ってますし、で、そういう風に考えていくと、私自身がどんどんリーダーが楽しくなっていったので、なんかそういう風に気負わずにリーダーを楽しんでもらえればなと思って、ちょっと経験をご紹介させていただきました。はい。じゃあちょっと最後に。はい。ありがとうございます。ここまでが私たちの、まあ、経験であったりとか、サーベイを通じた、まあ、インサイトなんですけど、もう一回だけ言わせてください。To be a leader is exciting っていうことで、一緒にリーダーやりましょうと。で、さらなる先進もうと。あなたのリーダーシップが明日を作るんだよっていうことをもう一回言わせてくださいと言ったことでした。で、まあ、何回かいろんなタイミングで皆さんにお知らせしてるんですけれども、ウーマンアジャイル東京カンファレンス2023ということで、来月、行いますので、で、これはキーノートスピーカーお一人、セアルミコさんいらっしゃっていただいた、あとはオープンスペーステクノロジーって、まあ、ファシリテーションの方法なんですけど、まあ、議題を自分たちで作っていく。で、必要、喋りたいなって思った人を喋っていくって、かなりフリースタイルです。で、でも、
めちゃくちゃ楽しいし、こうしなきゃいけないってことがないので、気楽に来ていただいて、自分の内なる気持ちとか、なんかモヤモヤしてること、身近なことで構いませんので、なんか一歩外に出てみるっていうことをまずは一緒にやりませんか。で、ウマイアジャイルは、1年前に立ち上げたばっかりなんですけども、ゴールは結構目線高く、自分たちにがやりたいって思いが高くて、アジャイル、女性のアジャイルリーダーを100人作りたいんです。なので、ぜひ一緒にそうなりませんか。で、その一歩をぜひ来月から始めませんかっていうことをお伝えしたいです。で、もう一つ、組織の方に関しては私たちいつでもオープンです。で、実際どういうふうに組織運営してるのとか、どういうことやってんのみたいなところ、実際じゃあ女性のキャリア開発とかどういうふうに具体的にやってんのとか、なんかこう具体とかをディスカッションしたいっていう会社さんがいらっしゃいましたら、本当にお気軽にいらっしゃっていただければいつでもオープン、しておりますので、コーヒーでも飲みながらぜひディスカッションできたらいいなと思ってます。みんなと一緒にやらなければこれは絶対にいい方向に行かないので、私たちが自分の会社がすごいでしょって言いたいわけじゃないんです。私たちもまだまだ課題たくさんあるし、もうジャーニーを続けてる途中なので、ぜひ一緒にディスカッションしながら先を進んで一緒に進みませんかっていうところを最後として終わりにしたいと思います。じゃあ本日は忙しい中ご清聴どうもありがとうございました。